はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。で、なんかもうこの出方もだいぶマンネリ化してきたよね。もうそろそろなんか新しいの叶えようかなと思ってるけど、はい、こちら今日はね、おやつです。スターバックスで、バターミルクビスケットを買ってまいりました。この間ね、これの抹茶バージョンを先に買ってきましたけど、食べましたけどね、あれも美味しかったです。で、今回はこのバターミルク、一番まあスタンダードなやつですね。まあ正直食べるまでもなくね、絶対まあ美味しいって分かりますけどね絶対これコーヒーに合うって、うん、まあどうしようかな、今日は温め、最初まあとりあえず温める前に一回食べてみますか。絶対温めた方が美味しいとは思うけど、うん、美味しそう、いただきます。あ、うん、うん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 、あ、あーコーヒーはめちゃめちゃ合う、うん、めっちゃ合うけど、やっぱねちょっと冷たいから、てかまあ常温だから、うーん、ちょっとボソボソする感じはあるね。で、特にそうミルクとかなんか甘いね、なんか層がサンドされてるとかクリームが入ってるとかそういうことはないです。もう本当に純粋に、はい、こんな感じのね生地なんですけど、まあ間違いなく温めた方が美味しいでしょう。でちょっと一回温めていきます。まあ一番ベーシックでね、基本的なシンプルなお菓子だからこそ、この焼きたてとか、まああったかい時のね香りが一番大事だと思うんですよ。じゃあいきます。前回習って、まあ、20秒くらいかな。で、トースターも温めておいて、絶対うまいね。冷たいとね、ちょっとなんか物足りなかったね、ポソポソしすぎちゃって食べるのがちょっと疲れる感じ。じゃあこれを温めて柔らかくして、なおかつ焼くわけですよ。ぶち込みます。よいしょ。ああ、もうなんかだいぶいい香り、いい香りがするぞ。まあ正直ね、もうちょっとね甘いとは思ってた。でも、この間の抹茶のやつが、まあ抹茶だからちょっと苦かったり、苦かったっていうか、まあ抑えめっていうかさ、落ち着いた味わいなのかなと思ってたから、まあコーヒーとの相性はそこそこかな。うん、めちゃめちゃ合うって感じじゃない。まあカフェラテとかカプチーノの方がこれはきっと合うんだろうな。これかなりシンプルだし、こっちに書いてあるように、甘さ控えめだから、こっちのねバターミルクの方はもう少しちょっと甘かったりするのかなと思ったけど、意外にそうでもなかったですね。うん、なんかこうコーヒーとかラテとかに合わせるならこうもうちょっと甘い方がって思ってたからさ、勝手に。うん、まあそんな予想をねちょっと裏切って、かなり甘さ控えめのね、お食事パンとまではいかないけど、うん、こんな感じになりました。あーでも美味しそう。あ、やっぱね食べてみないと分かんない。じゃあちょっと食べてみましょう。今のところまだ信じきれてはいません。はい、オッケー、いい感じに焼け目がつきましたね。すげーうまそう、カツカツです。いただきます。うん、食感が素晴らしい。うん、美味しい。あー合うなー。うん、温めたことによって一気にこう食べづらさはね、やっぱのさっきのやつが解消されて、うん、普通に焼きたてのスコーンじゃなかったりとビスケットとして食べられるって感じ。これは本当にビスケットかよ。コメント欄でもあったけど、前のね抹茶のやつのコメント欄でもあったけど、でかすぎるよねびっくりしたもん本当に。俺もビスケットとは言えんと思うこれ。うん、普通になんかパンやっぱ聞こえないかなこれ。うん、うん、明らかにねザクザクしてるね。それでいてなんか柔らかいからね、うん、食べやすいし食感もあって美味しい。うん、まあ本当にスタンダードだね。正直もうちょっと甘くてもいいかな。
いやでも、あ、そうだそうだそうだ、忘れてた完全に。あ、今日は蜂蜜かけりゃいいんだ完全に忘れてたぜ。はい、こちら、蜂蜜。そっかそっか、これね、ベーシックだからこそ、あ、もうね、アレンジのこう幅があるわけだ。いただきます。ほら、めっちゃテラテラ、蜂蜜されてるしジブリ飯見て。はい、いただきます。うまー、ザクザクが適度に残ってる。あのサクサクに焼いた、ハチミツトースト、あんな感じですね。うん、生地がね、あの残ってんだよ。残ってるところにこうハチミツがうまく染み込んで、やっぱあったかいこの生地にね染み込むハチミツって最高やね。俺、あ、シナモン絶対。ちょっと待って、俺前にね、あの実家にいた時、地元にいた時に、あの師匠のお店 A1 コーヒーで蜂蜜トースト大好きだったんですよ。それを思い出した。蜂蜜とシナモンがねかかったんだよ。いや、これもう原型ねえけどいただきます。あー、この香りだ。うん、あー、おいしい。あ、めっちゃうまい。これやべえ、やっぱね、このザクザク感、うん、この生地が、あの甘くしたことによって やっぱより生きた。やっぱこれ甘くした方が絶対美味しいわ。うん、ホイップクリームとか、あと前の動画のコメント欄に練乳も知って、視聴者さんから、情報がありましたね。ちょっとこれもやってみたいんですけど、うまいいやー、ちょっと、あ、そっか、このやり方があったな。蜂蜜にシナモンね、これ間違いねえって。これ、うわー、ちょっとカロリーお化けかもしれんけどさうん、うわー、うーん、うまい。口の中は幸せ。これはね、やっぱ王道、シンプルイズベストですね。抹茶より俺こっちの方が好きかな。うん、いやー、うまい。蜂蜜とシナモンおすすめです。いやー、これは美味しかったスターバックスの、バターミルクビスケット、もしよかったら皆さんもね、このどでかいビスケット食べてみてください。確かにそんな高くもなかったはずだ。なんかあのスタバって結構あれだよね、なんかバラ好きなんだよね。あのこないだのクッキー、俺が大好きなチョコレートチャッククッキーもそうだけど、あれでかいのに210円で、あのね、ボリュームあるし、普通のケーキとかは400いくらとかすんのにちっちゃいし、なんかよくわかんないけどね。まあでも、あ、スタバのスイーツ全体に、まあ、共通して言えることはやっぱレベル高いですね。うん、だから前にもちょっとちらっと話したかもしれないけど、正直あの前はね、あのスターバックスのスイーツそんなにこう興味がなかったというか、どうせだってカフェレのチェーンのカフェで食べられるスイーツでしょ、なんかこうどっかの工場とか、なんかどっかのまとめて作ってる厨房でこう作って、もう送られてきてポンポン置いてるだけで、そんな別に言うてでしょみたいな思ってたんだよ。うまいこれはね、うまい。うん、で他のチェーンのカフェとかも行ってみて、のお菓子とか食べてみたんだけど、まあやっぱスタバね、レベル高いですね、他のと比べても。うん、美味しい、全体的に。まあこれからもね、ちょいちょい食べていくつもりです。うん、あ、やっぱ美味しいコーヒーにはね、美味しいスイーツっすね。完全にスタバしいんじゃないかはい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネル、スタバックスのバタミルクビスケットのご紹介でございました。はい、皆さんもぜひ、はい、それでは次回お会いしましょう。じゃあね。